ピーター・バンデル・ボルヒトは、フランドルの画家、版画家である。同名の息子の画家と区別するために、例えば英語の表記では、ピーター・バンデア・ボークとザエルダーと表記する。16世紀の屈指の植物画家とされ、擬人化した動物を描いた風刺画をフランドルに普及させた。ピーター・バンデル・ボルヒト作、海の怪物現在のベルギーのアントウェルペン州のメヘレンに生まれた。経歴について、 あまり知られていないが、父親は1562年にメヘレンの画家組合長になったジャック・バンデル・ボルヒトの息子であるとする説がある。1564年にアントウェルペンの有力な出版業者、クリストフ・プランタンによって出版された作品が記録に残っている。レンベルト・ド・ドエンスやカロルス・クルシウス、マティアス・デ・ロベルといった学者の著作にサシエ・ハンガの死体を描いた。 1572年に、メヘレオンは、フェルナンド・アルバレス・デトレドが率いるスペイン軍に占領され、3日間にわたって、町は略奪を受けた。バンデル・ボルーヒトと家族は、アントウェルペンに難民として逃れ、プランタンの家に保護された。その後は、アントウェルペンで、プランタンの助手として働き、スペイン向けのの祈当書などの出版物の写真絵を描いた。1580年に、 アントウェルペンのサンルカ美術家組合に入会し、1591年から1592年は役員を務めたと主張する学者もいるが、当時の習慣では、アントウェルペンの市民でない人物がこの役職に就いたと、するのは疑わしいとされる。風俗画や宗教画を描いた。擬人化した動物を描いた。風刺画に分類される作品のシリーズも描いた。ありがとうございます。